こんにちは、皆さん、モノモースです。本日は、最近話題になっている、韓国の調査船は竹島東方で活動している問題についてお話しします。まず、ニュースの内容を簡単にご紹介します。6月26日、島根県竹島東方の日本の排他的経済水域、EEZ で、韓国の海洋調査船はワイヤーのようなものを海中に投入しているのが確認されました。これに対し、第8管区海上保安本部は無線で中止を求めましたが、これが今月3回目の活動だったそうです。このニュースに対して、 アイプト自身のタレントフィフィさんは SNS でこんな国に追加で経済支援を検討しているなんて日本も随分と舐められたもんだねと述べていますこの意見に多くの方が同意しておりコメント欄も賛同の意見で溢れています次に私の見解を述べさせていただきます私も基本的にはフィフィさんの意見に賛同します日本の排他的経済水域で農務許可の海洋調査は国際法上問題がある行為ですそれに対して単なる抗議だけではなくもっと具体的な対策が必要だと考えます具体例として 他のの国々が類似の問題にどうう対処ししてているかを見てみましょう例えば、アメリカは四国の e z で同様の問題が発生した場合、即座に強硬な対応をとります。日本もこのように国際司法に訴えるなどの具体的な行動をとるべきだと思います。一方で、韓国との関係を完全に断つことは現実的ではありません。経済的なつながりも深いですし、地域の安定のためには韓国との協力も不可欠です。しかし、そのためには相互の信頼が必要です。韓国側がこのような行動を繰り返すならば、日韓韓国 関係はますますすすす悪化するででしょうですから日本政府には韓国側に対してもっと明確なメッセージを送ることが求められます。ただの講義ではなく具体的な行動が必要です。そして、それができないならば通貨スワップなどの経済支援を再検討するべきです。まとめとして、日本の EEZ で不法な調査活動が行われることに対しては強硬な対応が必要だと考えます。そして、それに見合った対策を講じることで初めて、韓国との対等な関係を築くことができるのではないでしょうか。以上、モノモースでした。 コメント欄で皆さんの意見もぜひお聞かせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。